CF ネッツの不動産投資はお客様と向き合うことから始まります。それは皆様の大切な財産を一緒に築いていくことが目的だからです。まずは個別相談から。詳しくはホームページまたはフリーダイヤル 0120-177-213 までお待ちしております。今回は埼玉県にやってまいりました白岡駅です。湘南新宿ライン宇都宮線横浜方面から直通です。さあ今日はここで観光でしょ。あ、どうもこんにちは。ジュンさんアウトだよこれ。アウトこの天気傘がねちょっと必要な天気になってしまいました。いいですか。乗っちゃって。はい、ちょっと今、俺出んのやだから。うわ濡れる濡れる濡れる。このまま傘いいですか。どうぞどうぞ。すいません、お邪魔します。はいはいはい。さて、今日はやっぱり観光ですか。白岡といえば、はい、あ、コンテナの店舗だ。そう、これがね、はい、実はね、いろんな事情があってね、ずっとオープンしたかったんだけど、はい、ようやくほら、三崎コーラーなんじゃん、はいはい、あそこの、ね、今中華料理みたいな形のメニュー増やして、結構ね、三崎コーラーほら繁盛してきたから、はい、気を良くしてね、そこの、ね、社長が、はい、いや、うちでやってあげるよみたいになって、お、実はね、オープンしてるんですよ。え、ちょっと待ってください。あの美味しい料理が今度はここに来てるんですね、うん、で今度ね、新金庫っていうさ、はい、ほら、はい、横浜中華街にあるお店の名前で、じゃあこの埼玉にもね、その横浜の、はい、いわゆる、中華街の味が楽しめる本格中華みたいな、はい、ことでね、始まったんですよ、はい、ちょっと待ってください。新金庫ですよね、うん、そう、っていうことはあの美味しい三崎港で食べた餃子などが多分ね。多分俺今日初めてなんだよ行くの。あのさ、はい、埼玉ほら栗橋線ってね、あるのよ、はい、地元の人多分分かると思うんだけど、はい、こことさ、新幹線のガードが交差する角に、はい、昔からの文次郎っていうさ鉄板焼き食べたでしょ。食べました、うん、あの同じ敷地、あそこをね、壺数ちょっと増やして、そこに、この店舗を作ってるんで、いろいろね、はい、この建物はさ、以前もお話した通り、はい、その移動ができる、はいはい、そのね、仕組みになってるから、例えば地主さんなんかでね、はい、まあ、将来この土地を使うんだけど、それまでの間、ね、駐車場はもったいないなっていう人がいれば、うんうんうん、これをポンと置けば、はい、相続対策。ちょっと詳しく伺っちゃってもいいですか。いわゆるトレーラーのような形のものってありますけれど、うん、それとはちょっとこうまた違う形っていう言い方でもいいですか、ね、うん、トレーラー式のユニットで作った、うちで、まあ、特許取ってるんだけどね、はい、その工法で作られてる。で定着物なんで、はい、確認申請が取れるわけね、はあはあ、だから例えばこれを、ねまあ、これもうちの所有物件だけど、はい、要するに、ね、地主さんがいやここ何かで使うようになったからさ、ね、1年くらいでちょっとどいてよって言った時に、はい、それは今度新しくね、違うところの土地を探せば、はい、移動できちゃうわけ。今まではほら解体してさ壊さなきゃいけないからエコじゃないのよ。で今回うちのタイプは、はい、いわゆる、
移動して、はい、新たにそこで建築確認申請を取って、建てられるんで、またこれもまた相続対策になるわけ。だみんなさんウィンウィンウィンの関係が構築できるようになってるわけ。お店自体って言ったらいいですかね、店舗が移動していくということですかね。そうで、さらにそこのね土地を使ってる限りは貸し建て付け地とかね、はい、あとはいわゆるそこに建物を建てた段階で、いわゆる更地評価からぐんと下がるので、はい、だからそういう面ではね非常にあの税制でもねメリットある。これをね普及しようと思ってんだけどね、なかなかこのねあの力あんまり入れてないからさ、まあ、これから少しね力入れながらやろうかな。まずはそのモデル的な形になるってことですかね。だからとりあえずモデルハウス作ったんだけど、はい、今までほら営業してないからモデルにならないついにモデルがもうついにモデルがあれあれひょっとしてその東北新幹線のそうあのガードをくぐると左側、はい、来たぞ。おお派手だ。派手だぞ。できてる。できてるな。来た。本格中華新金庫。新金庫。あーなんだかこの風景思い出してきた。はい、いらっしゃいませ。こんにちは。今日初めてなんだよ。はい、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ね、で、いやここね、はい、実はね、あの本格的なほら中華街の、はい。料理人の人も来てくれてて、あの今の料理長が、はい、あのなんか20年間であの横浜の中華街で働いて、あのベテランの有名の調理師なんで、あの本邦人です。すごく腕がいいです。今日来てありがとうございます。こちらこそ。さあいよいよありますね、うん、今日ね、はい、うちの奥さんね、イケイケだよ。イケイケ。お腹減らしてきたからいいイケイケですね。いやすごいね、本格的だね、はい、じゃあね前菜でさどれがいいの。調理師が香港人なので、うん、あの関東料理がすごく上手で、どれ。これが酢豚。酢豚、じゃあ酢豚行こう。はい、じゃあ分かりました、うん、おフカヒレあるよ。まさか外から見てこの店にフカヒレあると誰も思ってないんじゃないの。いやこいつ食べてみますか。いきますか。じゃあこいつね、いけますね。フカヒレ、はい、ね、ありがとうございました。あと、いやまだまだまだこれからですか。これからだから。どうですか。おいしい。うん、ね、あーこういう味なんだ。クラゲはね、うん、安いとこ行くと薄いじゃん。これ結構ね厚みあって美味しいわ。うわ来ました。はい、お待たせしました。フカヒレです。おお。社長この器見たことあるよね。はい、はい、ですよね。どうですか。あーもうトロトロたっていうのが伝わってくる。はい、はい。どうしました。これ都内で食ったらさ1万円コースだな。あもう本物だもん。すごい歯ごたえがある、うん、だけど煮込まれててすごいトロトロで、うん、うまいっすねこれね。やばいね、絶妙のこのなんだろう、このあんの味が、うまいうまいな。ジュンさん、はい、あもう開いちゃったんですよね、生がね。中華料理はさ、はい、紹興酒じゃないの。そうですね、うん、紹興酒ある。紹興酒があります。紹興酒がうちが置いてるのが10年と15年が2つあります。で10年のやつはこれいくら。10年の方が3999円です。3999円、細かいな。でこっちは15年。こっちは15年の方が6000円です。じゃあ3999円。嘘嘘嘘。じゃあこれいくわ。じゃあ進めが15年です。15年後は長いが、はい、あの美味しいんです。美味しい。そうですか、はい、じゃあこいつ6でいきますか。あ、じゃあこれを6でお願いします。はい、わ、はい、かりました。はい、イケイケですね。イケイケ、今日はイケイケ、今日はイケイケ。
はい、来ました。はい、お待たせしました、餃子です。はい、今紹介します、はい、餃子が手作りなので、はい、味がしっかりつけてます。食べる時にお酢とラー油で好みで食べます。醤油準備しちゃったよ。おー、あー、そうだった。待たせてもらうわ。あ、餃子で初めての食べ方かもしれない。どうですか？あ、肉汁がいい感じで出てますね。いきます。うん、うん、うん、肉汁ドバーン出ますね。うん、うん、おいしい。マンションからアパート一戸建て、南青山建築工房はデザイン、性能にもこだわって建物を建築します。目指しているのは100年持つ構造とデザイン。建物は財産であり歴史でもあります。もちろんリフォームもお任せください。関東一円をカバーしています。お問い合わせは 03-3562-7750 まで。お待たせしました。はい、酢豚です。こちらこの店の自慢の一品です。本当、ぜひ食べてください、いただきます。よろしく、行ってください。うん、肉がサクサク、うん、甘いで、野菜がシャキシャキ。あの酢豚のね、下手なやつ作るとこのねシャキシャキ感とねサクサク感出ないし、これはね美味しいわ。いや美味しいよ。いや全体的にね美味しい。なんか近くの人も来ないとダメだよね。うまいですね。うん、うまい。うん、これは美味しいよね。やっぱさ、ここはまあランチもねあるみたいだけど、やっぱ夜さこう根生やしてこうやってだらだらね飲み食いがいいんじゃないの。なんかそういう店だよな。そうですね、うん、いいと思うよ。はい、お待たせしました。あれ、フカヒレです。社長、さっきもフカヒレ頼みましたよね。いや、美味しかったらもう一回。ありがとうございました。これはうまいよな。うん、いや熱いもん。うん、じゃあこれを食べる前に、はい、ジュンさんそろそろ。そうですね、やらないとまずは。もう一品、じゃあ、うん、もう一品いきます。そして第94歩。94歩なの。そうなんですよ。そして第94歩、不動の資産を有効に動かす満足のバリュー、うん、バリューといえばこの本格中華、親近感に親近感。いいですか？どう？ありがとうございます。いやいやいや、いいですか？じゃあ紹興酒おかわり。城ヶ島遊びヶ崎リゾート、三崎港蔵、手打ちそば葉山商店、三崎港ラーメン、主宿山田屋、 MF クラブ、 MF 接骨院、美容院宇野、沢立ち東人美術館、遊びヶ崎グループは三浦三崎地区にて皆様のお越しをお待ちしています。